あら。なんだこれは。なんだ。そのまま入れたら。そう、そのまま入れる。あ、言ってもらったよ。ご飯食べないの？ご飯食べないの？あ、ちょっとだけ帰ってきた。マルコ、おもちゃ欲しいから。ご飯食べる？わー、食べるって言った。よし。今日ね、ちょっといつもご飯近くでさ、ボリボリ行ってるとこ見れると思うんだけど、もっと近くでね、ちょっと見たいなと思って。ごめん、サランラップないかも。サランラップないんかい。じゃあそれが、この器でできるんだよね。でこの中にスマホを入れることによって、チャチャがね、上からガジガジ、ナロン君ガシャガシャするわけ。じゃあ、into。さあ、ももクロちゃんのケースが今、ご飯皿に設置されました。はい、じゃん。お、いつもと違うご飯皿に警戒してる。なんだこれ。おお、破れちゃう、破れちゃう。でも面白いかもね、いつもと違った食べ方をしてくれるっていうのも。ここで食べられたじゃん。えくしゃみたんだ。マロとも興味あるみたいよ。マロちゃん、新しい。マロちゃん、ここに置いてあげる。食のあり方。じゃ、マロくんに、マロくん。いいね、いいね。そこで食べてほしいよね。はい、マロンは。あ、この中茶色い。あー、もうマロンは。マロンくんは。じゃあマロンにも食べさせたって。ちゃ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 、ちょっと抱いてみ。はい、マロンくん、これここにある、ここに。みんなでお腹食べたそうなのに諦めるの。うん、いいぞ、ちゃちゃ。いつもはこの視点なんだよね。だけど、いつもと違うのは、そう、下からのこの視点。どういう感じで映ってるんだろう、ね。なんかこれも変な感じするけどね、餌が浮いてるっていう。うん。一つずつ食べるっていう、煩わしいことしてるな、ちゃちゃは。いつも一つずつなんじゃない？なんか増えたと思ったらなくなって。おお、空中で食べれたよ。空中食べた。うん、噛まれるぞ。空中咀嚼。こっからチャチャがお耳にするぞ。いいね。早くない？一つずつ食べれるスピード。そういえばね、ヒカキンさんちのモフコね、チャチャの幼少期時代と似とってね、すっごいがっついてた、ご飯。丸もがっついてたよ。うわって感じよ。だそういう感じなんだ、多分子猫は。うん、でも成長すると、だいたい落ち着いてくるよな。うん、ちゃんともらえるっていうのが分かってくるで。近すぎん？多分めっちゃ近いと思うよ。いいよ。もっと丼とかの方が良かったかもしれん。何かが違う。ヒロムの指噛めへんやろ。うん、だからちょっと食べづらいんやね、やっぱ空中って。かじらんようにし、ね、猫カフェでなんか似たような感じであげたことがあって、うん、ガブって噛まれた。でしょ。だから指かじらんように気をつけない。本当はこうやって、うん、手のひらでやらない、こうやってあげないか。うん、このくらいで待って、ちょちょ。マロは今からあげるでな。マロ。